皮肉記号とは、文章中で、皮肉や嫌味の意味合いを表現するために使用することが提案された各種の薬物である。本項目では、薬物以外の表現法も含めた、文章中で、皮肉の意味合いを表現する各種の方法についても説明する。皮肉を表す文章には、疑問符や簡単符のような、皮肉表現であることを示す、標準的な方法がなく、 いくつかの形式が提案されている。それらの中で最も古く最もよく使われるのは1580年代にイギリスの印刷職人ヘンリー・レンハムによって提案されたパーコンテーションポイントと19世紀にベルギーの新聞出版社マルセリン・ジョバールとフランスの詩人アルカンタでブラームによって使用されたアイロニーマークである。どちらも疑問符を 左右反転させたの形をとる。皮肉記号は、その文が自動理の意味ではなく、皮肉として理解されるべきであることを示すために使用される。カッコで囲まれた簡単符や疑問符及び皮肉の引用も、皮肉や闇を表現するために使用されることがある。パーコンテーションポイントとも呼ばれる。1580年代にヘンリー・デンハムによって提案され、 回答を必要としない疑問文の終わりに使用された。17世紀には使用されなくなった。ユニコードではコードポイント U プラス 2E2E、e、に反転疑問符として割り当てられている。この文字は U プラス 061F に割り当てられたアラビア語の疑問符と似ているが別の文字である。現代の疑問符はプンクタスインタラゲティベスの子孫であるが 現代の疑問符とは異なり、プンクタス・インタラゲティベスは、プンクタス・パー・キンテティベスと対になっていた。前者は、回答が必要な疑問文の、後者は、終知的な疑問文の後に付けられた。1668年、ジョン・ウィルキンスは、神聖の文字と哲学的言語に向けての指導において、上下反転した、簡単符を用いて皮肉な表現を強調することを、提案した。 1841年、ベルギーの新聞出版社であるマルセリン・ジョバールは、クリスマスツリーの絵文字のような形の矢印のアイロニーマークを導入した。翌年、彼はこのアイデアを拡大し、この記号を様々な方向に向けて、苛立ち、憤慨、躊躇などを表現する役者として使用できることを示唆した。1905年のフランス語の百科事典に掲載された。 アルカンタ・デ・ブラームがデザインしたアイロニーマーク。アイロニーポイントは、フランスの詩人アルカンタ・デ・ブラームが1899年の著書 L、オステンス王でアイラニツで使用した、その文章を皮肉と解釈するべきであることを示す。役物である。これは、右の図に示すように左右反転した疑問符に似ているが、わずかに異なる事態をしている。以前に、 同じ記号をマルセリン・ジョバールが1841年6月11日付の記事で使用し、1842年の報告で言及していた。フランスの作家エルベ・バザンは、1966年のエッセイ・プラモンズ・ロワ像で同じ目的でギリシャ文字のプサイの下に点をつけたような訳物を使用した。この作品では、他に以下の5つの訳物が提案されている。 2007年3月、オランダの財団 CPNB はアイロニーマークの別のデザインであるイロニエテ県を発表した。イギリスのジャーナリストトム・ドライバーグは皮肉を持った文章を従来のイタリック体とは異なるイタリック体で印刷することを提案した。エアコートのジェスチャー皮肉の引用符とは引用符の特殊な使用法である。それは引用符で囲んだ単語や文章が 一般的な意味ではなく、本来とは違う意味合いを持って使用されている。すなわち、いわゆる例例といった意味合いであることを示す。引用符の通常の目的とは異なり、注意の引用においては別の文章から引用されているとは限らない。声を出して読むときは、単語の前に、いわゆるなどの文言をつけたり、皮肉や嘲笑を込めた読み方をしたり、エアコートのジェスチャーをしたりする。 エチオピアセム書語の一部の言語では、皮肉な文や非現実的な文の終わりにテンハート、スラッキー、またはテンハートスラックと呼ばれる訳物をつける。これは逆簡単符のような文字である。非公式な状況においては、終始的疑問文,文を書く括弧で囲まれた疑問符や簡単符をつけて、おう、リアリー、やおう、リアリー、のように表現することができる。 テレビの字幕放送では、皮肉を表現するのに、角括弧や丸括弧で囲まれた簡単譜が使用される。2010年には、サークマーク記号が提案されたが、これは多用したコンピュータフォントを必要とする。皮肉を表現する別の方法として、役物に隣接してチルダを配置する方法がある。これにより、標準的なキーボードで簡単に入力することができる。 スポーツブログカードクロニクルでは、文末のピリオドの後にジルダを挿入している。ウェブサイトレディット上では、HTML 式のサーキャザム。サーキャザムを略した S が普及した。ありがとうございます。